こんにちは。日本語の勉強を楽しんでいますか？それとも難しいと思っていますか？楽しく日本語の言葉を増やしましょう。今回は天気に関係のある言葉です。この漢字を知っていますか？そうです。雨。雨という漢字です。今回はこの雨という漢字を部首に持った天気に関係する漢字をいくつか紹介します。部首とは漢字を作る部品のようなものです。漢字を作っている部分の意味がわかると漢字を覚えるときに役に立ちます。雨がつく漢字のほとんどは天気に関係がある言葉です。これはどうですか？雲です。雨という部首がついていますね。雨という漢字の下には、書いたり片付けたりする意味がある文字を書いて、雪。雪です。突然田んぼに雨が降り始めました。この漢字が何を意味するか想像してみてください。雨と田んぼ。暗くなり、雷の音がします。漢字は雷です。この2つの漢字の違いは何でしょう？漢字の雷と似ていますね。この漢字電は雷の文字からています。雷の元になるのは電気ですから、似ていても不思議ではありません。この電という漢字は雷の下からコードが出てきて電気に変わるイメージだと思いませんか？電という漢字は電気、電車、電話など電気を表す言葉として使われます。これらの漢字は天気に関係があります。雨という漢字がついています。漢字の成り立ちを知ることは意味を覚えるのに役立ちます。天気に関する漢字には、他に、氷、霧、霞、梅雨、霜などがあります。雨が降ってきました。雨が止んで虹が出ました。虹は天気に関係がある漢字ですが、残念ながら部首は雨ではなく虫です。これについてはまた別の機会にお話ししましょう。それではまた。